ちゃおみです。今日はね、秋葉原に来ているんだけど、こんなものを発見してしまいました。初めて見ました。 YouTuber さんがね、よくこれをやってるんですけども、1000円ガチャ、あ、じゃない、1000円自販機。私も早速今回これをやっていこうと思います。絶対にモヤモヤするものが入ってると思うんだ、まあ、早速だからね、やっていこうと思います。じゃあね、1000円札がある限りやっていこうと思います。これすごいよね、1000円札しかも入れる場所がないんだもん。じゃあ行きたいと思います。お金入れるとこれが光るんだわ。皆さんが捨てるお好きなボタンを押してください。これで運命決まるんですね。得なのか損なのか、どっちなんだろう。あ、これ売り切れね。あ、どうしよう、どうしよう。よし、ここに決めた。いやー、いいのかな。押すよ、せーの、はい。あれ、はい、音がした。さあ、見てこれ、すごいんだけど、行きだな、夢の扉を開いてくださいっていうことで、はい。なんか長細い白いの出てきた。しかもね、めっちゃ軽いし、これタオルとか1000円ってことないよね。開けていこう。さあさあ、開けていきますよ。あ、そういうことね。これはあくまでも白い箱で、いきます、せーの、じゃん。あれ、意外と使えるのが入ってた。気になるならば持ち歩けということで、鼻毛カット。お父さんにでもあげようかな。コンパクトサイズでカバンにすっぽり。え、何これ、なん読めない。なんちゃら出し場じゃない、安全安心設計、炭酸電池1本ですぐに使えるとのことです。開けてみる。あの鼻だけじゃなくて耳もお手入れできるそうです。おお、見て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 、ダブルチャンスカードって入ってるよ。15人に1人の確率で何かが当たるお楽しみ応募券が送れるんですね。はい、あ、ただ切手は自分で貼ってくださいだそうです。ちょっと開けようとしたんだけど、結構頑丈そうで開かなさそうです。ちょっともう一回行きたいと思います。それでは第2回戦行きたいと思います。ちなみにね、一番上に早い者勝ちってリカちゃん人形セットが限定入荷だそうなので、これがすごいめちゃめちゃ今推しなアイテムだと思います。じゃあ行きます。夢の1000円。おい、これね、思うんですよ、裏を書いてこういうマニアックなとこに行くよりも、あ、でもどうだろう、ここを2回押すっていう手もあるんだけど、ちょっとかぶりそうだから、ここ行く、ここ行きます。せーの、よい、来た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 。第2回目、同じじゃない、今度はね、さっきより若干小さいです。さあ、2回目開封していこうと思います。なんか見て、スって書いてある。何このスって、嫌な予感しますけど大丈夫ですか。もう全然当たる気しないのね。豪華景品って本当に入ってんのかな。あれ、ん、合わせ技な気がする。あ、合わせ技だ、いっぱい出てきたよ。何やらいっぱい出てきました。じゃじゃーん。じゃあ1個ずつ見ていきましょう。1個目は UV カット。グローイ
ーンズだ。似合いますか？あなた YouTuber 的にはこれ、うん、意外に使えなくないね。え、もしかしてちょっと似合ってる？どうしようこれ、似合っちゃったら当たりだよね。OK。 そして残りの2個が、好きな人は好きね。これ値段で言ったら1000円超えてるような気がするんだけど、わかんない。スヌーピーのマスコットか。で、こっちが普通のやつで、こっちが飛行機乗る人かな。こんな感じのやつが入ってました。かわいいね。なんかちょこっとあげたら喜ばれそうな感じ。また紙が入ってるの。はい、おめでとう当たりって書いてあります。何が当たりなんだろう。ちなみにね、今回なぜ秋葉原に来たかと言いますと、ゲーミングチェアっていうの、普段地べたでパソコンの編集作業をしてて、ちゃんとしたいい椅子が欲しいななんて思って秋葉原に来ました。はい、中身がこんな感じです。何これ、スマガチャキング無料チャレンジカード。これは当たりなのか。ん、当たり、当たりではないよね。これは何なんだ、これ どういうことだ。当たりなのか、これは。よし、では3回目行ってみたいと思います。これね、見た目のね、ここにはすごい豪華景品のゲームとか時計とかは描いてあるんですけど、こういうね、電気系の小物とかね、いろいろ入ってるみたいですよ。端っこ行く？端っこ行く？いやいや、もうね、この並びでここで行くわ。よし、押しちゃった。来たよ。お、ちょっと落ちてくる位置が違うね。あ、今度は小さいんだけど、さっきより分厚い箱でございます。さあ、開けね、開けていこう。あ、今回はね、スって書いてない。ご飯です。ちょっと見えちゃった、なんかちょっと見えちゃった。一緒に見よっか。いきますよ、せーの、ほい。え、待って待って待って、これはちょっと待って、私的には嬉しいんだけど、電化製品がいっぱい入ってるんだね。これ普通に車中泊の時とか欲しいって思ってたやつが当たってしまった。これはですね、ちゃんとね、パッケージまで入ってました。ヘッドライト、どうです、似合いますか。すげえ。しかも見て、点灯モード変わるらしいよ。車中泊してた時に両手が、お、角度変えれる。両手が開くから料理する時とかすごい便利なんですよ。あとね、車の中はね、探し物とかすごいするから、こうめっちゃ便利。車に入れとこう、ありだね。はい、というわけでついに出会っちゃいました、1000円自販機。こういう面白いのがあるんだね。皆さんもね、たまに歩いてるといきなり現れるこの自販機、興味があったら試してみてはいかがでしょうか。ただね、1000円札しか入らないので、1000円のお札で、1000円のお札を用意して挑戦することをお勧めします。またね、もしこの自販機やったことある方、何が当たったか教えてもらえると嬉しいです。いかがでしたでしょうか。この動画が良かったらグッドボタンと、まだの方チャンネル登録お待ちしております。Twitter、Instagram もいますので、内山みえで検索フォローよろしくお願いします。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。